それでは午後の部を始めさせていただきます。午後の部では教育開発研究所の研究、教育、社会活動の紹介と東海大学の各付属高校の教諭が受けた研修の成果を英語、数学、理科という順番で実践報告いたします。最初に滝川洋二所長の方から教育開発研究所の取り組みおよび研修システムについてご紹介いたします。今日これから紹介するのはですね、東海大の中に教育開発研究所というのがあるというのをまず、紹介、一番最初に、挨拶の中で、蟹江理事からですね紹介があったんですけれども、できて、1998年に、できまして、その教育開発研究所がもともとはですね、秋山仁先生がこの教育開発研究所というのができる前から近隣の付属高校の先生たちと毎月数学に関しての勉強会を開いていた。でやっぱり勉強会は意欲的な人が来るけれども勉強会に来れないような人の研修も大切なんではないかというので大学の中で議論してこういう研究所を作ったと聞いています。でスタートは英語と数学で、理科は、少し遅れて2006年にスタートしています。で、個人研修というのと学校研修という、大きく分けると2種類がありまして個人研修の方にもともとは力を入れてました。教育開発研究所というのはですね担当しているのは全部で14の付属高校それから7つの付属中学そこにいる先生たちの研修です。でも全員を対象としたのではなくて現在はですね数学、理科、英語の教員を対象にしています。でもうだいぶ十何年かになりますので研修を受けた先生も増えてきてですね一回も研修を受けてない先生というのは非常に少なくて数学とか英語はだいたい3回ぐらいは研修を受けている。で理科も2回ぐらいは受けるようになってきました。で本来、先生たちの研修ですから教育開発研究所は、研修のための勉強をしているのかっていうと、大学のスタッフが今英語が3人数学が2人理科は僕なんですけれどもこの大学に関してはですね、ある程度国際的な教育の状況を調べる。これが今世界がどんな方向に向かっているか、それを研修の中に取り入れるということをやっています。で、実際には先ほど言いましたように先生個人の研修これは土曜研修という毎月1回土曜日に集まる。で今はですね土曜日に集まるというのも
3月の終わりに2日間、それから4月、5月、6月、7月、これで、6日間土曜日の土曜研修と言ってる、3月の2日間を入れるとですね、まあ、5回来ていただいて6日間の研修、それから夏休みにですね、6日間の夏期研修が行われます。だいたい1回がですね、5時間から6時間が、土曜研修で、もっと長い場合もあるんですけれども、夏休みは、起きた時から寝るまでほとんどずっと一緒に議論しているような状況です。ですから研修時間はこれだけでも相当な量になります。で、英語の研修では100ページぐらいの読んでですね、非常に大変で、よくあんなのを頑張ってるなというような、すごい充実したというか、外から見るとちょっと大変かもしれないと思うぐらいよくやられています。で、研修、もう一つはですね、研修校となった初年度に協会圏のメンバーが学校に行って、で、その教科と学校の先生を対象に学校研修というのを行って、その翌年度に地域連携教育改革プロジェクト、これは公開授業と出前授業、科学イベントをやるんですけれども、まず土曜、4月から7月までで土曜研修、これは5回6日間、そして夏季集中研修が6日間、さらに現場研修というのが、これは学校研修の方でですね、公開授業を企画しているので、その公開授業に個人研修の先生が参加して、他の学校の授業を見ながら研修をするっていう、そういうのです。で、研究実践もこの夏までの研修をベースに、先生は自分の学校に帰ってテーマを持って授業に取り組むという研修をしています。で、その最後の報告、研修の報告がですね、報告会というのがありまして、春季報告会というのが2日間あります。今回のこのシンポジウムはですね、その今まではこの2日間を本当にお互いの勉強会としてやってたんですけれども、そのちょっともったいないということを僕は考えまして、で、春季報告会の2日目をシンポジウムに当てて、報告してもらう一部をですね、いろんな方にも見てもらうっていうふうに変えました。ですから今日、昨日ですね、その報告会の1日目が行われています。で、あとですね、学校研修、地域教育改革、地域連携教育改革プロジェクトっていうのは1年目2年目と、で、これはですね、毎年2校が新しく、研修校になります。ですから全部で14校ありますから、8年ぐらいかけて全部の学校の研修をやっていこうというプログラムです。で、同じ学校は1年目は学校研修で、2年目は
地域連携教育改革プロジェクトで、これでもう全部終わっちゃうんでは、この公開授業とかいろいろ取り組んで、さあやった、もう終わったっていうので終わってしまっては、研修がですね続かない、もったいないのでですね、今度それを各学校で工夫して、まあ、教育開発研究所はちょっとサポートするっていうフォローアップの年が3年目に入ってます、まあ、その後は独自にやってもらおうと思ってるんですけれども、でちょっとこのもうちょっと詳しく紹介 しますと、まあ学校研修のですね、これは理科と数学英語の夏はちょっと違うのでですね、夏合宿についてはもうちょっと、紹介しますけれども、他のところはほぼ同じ、あ、ほぼっていうか、すいません、特徴のあるところもあるんですけれども、土曜研修は、5日間、あ、5回6日間の内容でですね、それから夏休みの合宿研修などの個人研修でですね、あの何をやってるかっていうと、さっきの形成的アセスメントっていうのはどんな意味があって、どういうふうにやったらできるかっていう、そういう研修がまずあります。であと、そのアセスメントの中にはですね、本当に理解したかどうかを調べる、この形成的なアセスメントとは別の、この全体としてちゃんと理解したかどうかを調べる試験問題の作り方とかですね、そういうのも研修の中で扱ってます。で、どうやってその生徒の理解を把握したのを今度は実際の授業で変えていくかというので、まあ、授業のやり方と、それからその授業をやるためにはどんな教材を持ってきたらいいか、どんなふうな配列でやったらいいか、発問はどういうふうにしたらいいかというような、まあ、生徒の理解とか認識の変化を調べて、それに対応する、まあ、授業の作り方、それの指導案をね、どうやったら、どういうふうにしたらいい指導案になるかを研修でやってですね、でさらに、理科ではですね、比較的最新の、まあ、コンピューターを使いこなしたり、それから、電子黒板を使ったりですね、それからインターネット上にある動画をうまく使いこなす。で、今日この後の、理科の先生の発表の中にはそういうのが入ってると思うんですけれども、具体的にどこのサイトにはどんないいものがあるっていう、特に JSD のですね、理科ネットワークはただいいのがあるではなくて、どこにどんなのがあって、どういうふうに使うといいのかっていうのをお互いにやり方を研究して紹介するような研修をしています。それから、夏合宿ではですね、100円ショップの材料で、これ6日間研修がありますので、その6日間のうちの、まあ、夜2日1回目は下見をして、2回目はですね、実際に買い物をして買ってきたのをですね、使ってみんなで、実験を作ります。これはあの参加した先生にとっては結構刺激的でですね、もともと自分で実験をいつも開発してたっていう方は少なくてですね、まあ、その時初めてっていう方も結構多いんですけれども、僕らとしてはまあ2人で1つぐらいできればいいかなと思ってたんですけれども、ほぼ全員が、ほぼじゃない、全員が新しい実験を1つから2つ、多い人はもっと
作って、で紹介するとですね、ものすごく楽しいです。もう勉強会、もう本当に雰囲気が、ガリレオ工房の例会っていうのを僕はいつもやってるんですけれども、そこに出てるのと同じ感覚で、すごく楽しい研究会になります。で帰りがけにですね、100円ショップをいろんなところで先生たちが見ると、一緒に車に乗ってると、あ、教材屋があるとかってみんな言います。でそれを、そういう研修をですねしながら、今度は先生たちにこの夏の研修の中で指導案を作ってもらいます。でこれは指導案の作り方の指導をやってるんですけれども、その指導案を夏に作ったのが完成版ではなくて、その後自分でいろいろ工夫して、それを9月10月11月ぐらいの授業の中で実践して記録を取ってもらいます。でそれを、春の報告会で報告してもらうというのが研修です。これはまあ中のやり方は結構違うかも分かりませんけれども、他の教科でも似たような動きをやってます。で100円ショップでのですね実験開発というのは、これは やってみてですね、ちょっと本当に驚きだったんですけれども、先生たちの技術っていうのは、やっぱり授業やってるとみんな背景の知識も高くて技術もあるんですね。ただ追い込まれたことはなかった。作りなさいっていうのでですね、この本当にその作らなきゃいけない場になったら作れる力は持ってても発揮したことがなかった。でそれがですね、そういうチャンスを得て先生たちは取り組んだらば、すごいレベルの高いものをたくさん作ってくれました。で、去年の研修に来た方は、その後ですね、水波投影機っていう、上から光を投影して水面に波を起こす装置があるんですけれども、まあ購入すると5万円ぐらいする装置なんですけれども、それを800円台で作ってですね、値段が安いので生徒がグループで実験できるようにした。でそうすると生徒はすごく意欲的に授業に取り組んだというのを、これは報告を実況出版の高校理科資料というのに書いてのです。まあ、見たければそれで見ることができるんですけれども、まあ、そういう工夫をしています。それから昨日ですね、これは僕は全体の研修会では皆さんに学校に帰ってから学校の工夫を、学校でいろんな教科だけでなくていろんな取り組みをしてほしいって話をしたんですけれども、まあ、その後の研修会は僕理科なので理科の方に出てたんですけれども、どんなことを先生たちが報告したかっていうと、この研修で学んだことを今度同僚の学校の先生に伝えるために、学校の中で公開授業を企画して、でその公開授業で、先生たちに授業の作り方を紹介しましたとかですね、それから授業中に生徒が活躍するできる場をどうやって作るかを工夫したので、公開授業を、まあ、ここの学校は、まあ、今までもやってたんですけれども、その公開授業を自分が担当して生徒の対話を増やすような、そういう授業をやりましたとかですね、それから認識が誤った認識をしている生徒のデータが高校で出てきたので、
じゃあ中学でその誤った認識がないようにするための授業に取り組んだとか、それからですね、午前中の最後に地域連携の、まあ、地域イベントをいろいろやってるっていう話をしましたけれども、地域のですね企業をこの地域連携でイベントをやった後の公開授業の中に、地域にいろんな企業があるけれども金属の授業の中に、まあ、精錬というのでアルミとか銅とか、アルミ銅なんでしたっけ、まあその精錬の授業の中に、あ鉄ですね、地元の企業がどんなふうな工夫をしているかっていうのを取り入れた。でそれによって、まあ、狙ってるのは生徒が学ぶことへの魅力と、それから地域を見直す、そういうことに取り組んでる、まあ、そういう報告がありました。でこういう個人研修をベースにですね、でも個人研修というのは学校の特色を盛り込むっていうのはなかなか難しいんですね。そこで、学校研修というのを、まあ、実施、これは2010年から学校研修を正式に取り入れてやり始めました。で、4回の、まあ、大体ね秋11月か12月に公開授業が4回目なんですけれども、その前3回6時間の1回6時間の研修を教科理科数学英語が同じ日に行って、理科は理科で集まってとかね、数学は数学で集まって、それで研修を行います。で教科ごとに行って、でその教科のですね中でかなり議論します。その議論はですね、その学校のいいところはどこか、課題は何か、意外とですね先生たちはいいところ見えてないんですよ。もう問題点はいくらでも出てくるんですけれども、でどこがいいかをみんなで考えて、いいところを大切にしながら課題を乗り越えるためにどうしていったらいいかっていう議論をします。でその議論をベースに公開授業の目標とかですね、そういうのも考えます。で先生たちと今度の公開授業で生徒がどのくらい議論できるようにしようか、でそのためにどういうふうな準備をしていったらいいかっていう話になって、でも、まあ、例えばですね、ある高校ではまあ学校の中での学力差がすごく大きい、だから意欲的な生徒への対応、真ん中が大体中心になってしまうので、そういう中で意欲的な生徒をどうするか、なかなかこう授業についていけない生徒に対してどうするか、これ全部ですねこう授業のプログラムの中に盛り込むのにどうしていったらいいかっていうような議論もします。で4回目は公開授業でですね、公開授業に向けて教科の先生全員で取り組んでもらいます。で自分の授業、まあ、英語は理科とか数学と違って、直前まで誰が公開授業を担当するか決めてないなくて、当日誰が担当するか、あるいは直前にですね決めて、ですね誰でも同じような授業ができるようにしようという取り組みをしています。でこの学校の研修、学校研修を始めてですね、これは学校が英語数学理科に関してなんですけれども、その学校
の教科の先生たちが意外と教科会っていうのがあってもですね、事務的な教員会議の前の下打ち合わせのような会議で、あるいは報告事項が多くてですね、授業について話をするっていうのがなかなかできなかったのを、まあ、この学校研修を経てできるようになっていく、まあ、そういうのになってきています。そして地域連携教育改革プロジェクトというのはですね、一番の狙いは、これ学校研修をやって最後に公開授業をやった翌年はですね、公開授業は、まあ、教育開発研究所主導ではなくて学校が主体になって、そして今度は地域の中学とか公立の先生とか他の私学の先生も来てもらって公開授業をやる、まあ、そういう企画です。そして公開授業をベースに人に来てもらうためにはもっと地域との連携をしっかりしていかなきゃいけない。そこで公開授業以外に日常的に出前授業をやるとかですね、それから地域のイベントをやるとか、これは先午前中の話を紹介したんですけれども、まあ、そういうので、地域とつながりを持ちながら地域の先生に学校を見てもらう、で見てもらう限りはすごくいい授業をやろうとみんなで取り組んでいって、まあ、教育の、まあ、本当の意味での教育をこう作り上げていく原動力にしようというのがこの地域連携教育改革プロジェクトです。ですから、まあ、名前はちょっと仰々しいんですけれども、いい授業を作っていく、その一番と基本となることを学校独自でプログラムしていくような、そういうのが狙いです。で、教育開発研究所はこれを、まあ、いろんな形で支援して、何回も学校に行って先生たちと打ち合わせしながら当日を迎えることになります。で、これは去年の12月に行った第三高校の数学の授業、これはホームページに出ているんですけれども、数学はですね、先生たちが、まあ、秋山先生の時代からですね、普通数学っていうと黒板で、まあ、あと大きな三角定規とかですね、なんかそういうのを持っていったら授業ができるっていうのに対して、もっといろんな工夫を教材を作って持っていって授業をやるっていうのが、まあ、普通になっていますね。で、生徒が自分で定理を発見するとかですね、そういう授業を行っています。まあ、この後数学の方はどういうふうになるかちょっと楽しみなんですけれども、浦安高校中等部はですね、まあ、去年公開授業では、まあ、全部英語で行う英語の授業というのに取り組んで、もう何回も、研修を受けている先生たちですので、英語で授業を行うっていうのがどこでもできるようになってきている。で、これが、まあ、英語の大きな特徴だろうと思います。そして、商用高校の今さっきちょっと紹介しましたので、この後のですね、研修者が実際にどんな研修を受けて、そしてどういう授業実践、授業だけではないんですけど実践をしたかということをこれから紹介していっていただこうと思います。滝川先生ありがとうございました。